はいどうも、カーパン長です。じゃあね、3月21日今日最後のお話、最後のニュースぐらいはちょっとなんかこう綺麗にって言ったらおかしいんですけども、こうニュース見た方いらっしゃいますかね。多分日本のマスコミは絶対報じない内容ですけどもね、この福島沖のこの地震ありましたよね。でこの時にね、もう速攻、まあそれこそ秒でね、この早朝にね、この招集されたこの台湾消防局の特殊救助隊隊員たちの様子なんですよ。これね、もういつお呼びが、ね、かかってもいいように、ねね、準備してたっていうんですよね。これ知ってました？いつでも呼んでくださいと、もう準備できてますと、待ってますんで。これすごくないですかね。多分っていうか絶対日本のマスコミこういうの報じないよな。うん、まあ福島県沖のこの地震でね、この台湾の嘉義県っていうところかなの救助隊が、まあ、待機体制ね、いつでも出動可能な体制をとってね、うん、困ったことがあったらいつでも言ってくださいとね。すごいっすよね。うん、福島県沖の福島県沖を、震源とする強い地震が16日夜に発生したのを受けて、台湾ですよ、日本じゃないですよ、台湾南部嘉義県消防局でいいのかなの特殊救助隊23名が出動に向けてね、待機してるんですよ。地震発生から8時間以内に待機体制を整えたといい、いつでも日本に出発できる、そういう状態をね、まあ今も維持されてるのかどうかはちょっとわかんないです。で、結果この続報っていうのがちょっとね、まあわかんないんですけども、まあとりあえず24、6日の夜に発生した8時間後、だから17日ですよね。うん、にはもうね、いつでもね、出動できる体制を整えたっていうんですよ。すごいっすよね。で、各県、市、だから台湾のこのそれぞれの自治体が持ち回りで、要は日本の内務省にあたるこの内政部の国際人道支援任務っていうのを担っていて、今月はこの、嘉義県、この県が担当していたと。で、まあ、同局の、なんだろう、副局長さんによると、この副局長さんも蔡英文さんと同じ蔡さん、蔡健安さんっていう方なのかな。まあ、副局長さんによると、隊員たちには17日早朝、招集がかけられたそうで、まあ、装備の準備など、ね、この最短時間で完了させたって言ってるんですよね。すごいですね。で、この嘉義県のこの今度、県長さんは、王さん。っていう方でいいのかな。17日午前、視察に訪れて、国際社会の一員として隣国が必要、これは日本のことね、隣国日本が必要としているならば台湾は必ず支援を提供するとの考えを示したそうです。いやもう単純に嬉しいしありがたいじゃないですか。うん、まあ今更ね、改めて僕なんかが言うまでもなく、まあ、唯一じゃないですか、このね、徳川の連中を除いた近隣ね、隣ご近所さんでって言ったらちょっとなんか変かもしれないですけども、唯一まともな、まあ、友好国としてね、まあもちろん国と国なんでね、全てがねオールオッケー、そんなことには絶対なるわけがないし、ね、それぞれこの台湾と日本でもこの課題クリアしなきゃいけない件とかあるのはもちろん承知してますんで、まあだから何でもかんでもべったりべったりはねありえないし良くないんですけれども、それでもねやっぱりこう持ちつ持たれつっていうんですかね、まあ国と国とのこの対等なね、そういうこのまあいわゆる友好国同士っていうこの関係、が唯一成り立つ国じゃないですかね。うん、他はもうね、もうご存知だと思いますけど、話にならないやつらばっかですからね、本当に。だからまあ唯一ですよね、日本とまあ価値観一緒とは言いませんけども、まあでも近い国ではありますよね。もう数少ないね、この会話が成立する数少ない国なんで台湾は。だからまあ本当なんでしょうね、まあゴールデンウィークぐらいだったかな、この東京タワー台湾祭っていうのが開催されるみたいなんでね、まあ入場料あるみたいなんですけども、まあパイナップル付きっていうなんか美味しいプランもあるみたいなんでね、まあまあコロナ禍ですわ、ですけれども、まあもしなんか機会があればね、行かれてもいいんじゃないでしょうかね。まあ地政学的にも、まあなんだろう、運命共同体っていう言い方は僕はあんまり好きではないですけども、でもなんかこの育んでいける可能性を感じる絆は大事にしていきたいですよね。うん、
何でしょう、日台ね、日本と台湾ではやっぱりこの相互扶助の精神っていうのがやっぱりこの感じられるじゃないですかね。うん、もうトワル半島のあの国とかもう大陸はもう話にならないですからね。うん、好きやらばみたいなやつらばっかなんでね。うん、まあちょっと台湾の人たちをね、このそのやつらと比べるのは大変失礼な話なんでしょうけれども、まあ台湾は台湾でほら地震もね、あるんで、まあお互いにね、こう困った時にはね、助け合うっていう、そういう発想がね、うん、唯一通用する相手、うん、他のやつらはもうつけ込まれるだけなんで、ほんと、あたで返されてばっかですもんね。うん、まあかつてそうだな、15年とか20年とか15年ぐらい前ですかね、日本はほら日本国民、我々日本国民ですらもうなんで日本ってこうなっちゃったんだよって、ちょっと絶望しかかった時ってあったじゃないですか。対外的にね、テレビつければさね、日本はとある半島のあの国を見習い、あの国を見、あそこは今も一緒かね。で、当時アメリカはね、この大統領がオバマさんで、オバマ政権で、もう日本はね、誰が出てっても何でもかんでも後回しにされてね、ことごとくね、どの国もね、アメリカがノーっつったら大概どの国もノーになっちゃう、なっちゃうじゃないですか。今よりももっとそういう感じでしたよね。だから日本の首相と総理と誰も会ってくれなかったんですよね。で、その時にとある半島のあの国の奴らにも言われちゃったんですよ。ね、最近どの国も日本に冷たいって思わない。なんでか知ってる？日本はもう終わった国だからなんだよ。ロビーに使うお金もないんだってさって。うん。いやもう普通に堂々と笑われてましたからね。あの国の奴らにでさえですよ。うん。まあだからこの国同士のね、付き合いなんてね、そんなもんなんだと。ね、今まで日本が特別だったんじゃなくて、日本がたまたまね、当時金持ちで利用価値があるからだったんだって。ね、ちょっとなんかこう、まあなんか、まあまあ、ちょっとひねくれたものの見方かもしれないですけども。まあなんかそんな風にね、もうなんかこう、ちょっと衝撃を受けたみたいな、ショックだったりもしましたけども。でもその後ですよね、うん、安倍さんがこう頑張ってさ、まあ安倍さんだけじゃないんですけども、ね、日本のこの国際的地位をさ、やっぱり元に戻してくれたじゃないですか。うん、だからその時に改めてやっぱり、ね、この台湾は、やっぱりその損得なしで、ね、日本とこの付き合いを続けてくれた、やっぱりその当時から、ね、この数少ない、ね、友好国友人だった、改めてですけどね、ありがとうございますですよね。うん、もうただただ感謝しかないなんてなかなか言えないですよね。うん、だからやっぱりほら、この間このパイナップルの話じゃないですけど、今一番最初にね、この去年入ってきた時と比べたら、あでも燃料代が上乗せされてるから、まあまあいい値段になっちゃうのか。でも最初ね、この台湾産のパイナップルが入ってきた時よりはなんかお求めやすくなってるみたいなんで、機会があったら皆さんぜひ食べてみてくださいね。芯まで美味しく食べれるパイナ、まあ多分僕の動画を応援してくれてる方はもうね、何回も何回もこのね、食べてね、楽しんでらっしゃるっていう、そういうコメントもね、たくさんいただいてるんで、ぜひこれからもね、うん、友好国としてこの信頼、できる、そういう国同士であり続けたいですよね。うん、もうとある半島のあの国とかもう論外ヘドが出るわみたいな。うん、まあ、台湾には感謝しかないですかね。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。